こんにちは、ヤニックです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。以前、夜市に関する動画を撮りました。その時で、トイレですとか注意事項やなんかを紹介する動画を撮ったんですけども、今回は夜市の中でも特に有名というか、おそらく台湾に行かれる方は絶対に行くであろう士林夜市に関して気づいたこととか、トイレとかロッカーとかその辺の事情について、僕らが旅行した時に、分かったことを中心にお話していこうかなと思っております。で、士林夜市なんですけども、士林駅というのがあるので、僕は士林という駅で降りるんだろうなと思ってたんですが、士林夜市に一番近いのは剣湛駅という駅になりますね。ここの一番出口から出るともうほとんどもう歩いて数分、2、3分の距離にあります。もう降りてしまえば本当にまっすぐ歩けばもう目の前がなんとなくこうきらびやかな不夜城みたいな雰囲気になってまして、おそらくマップとか見なくても、ああそこなんだろうなって簡単に見当がつくくらいと行くことができます。で、この剣湛駅なんですが、もちろんトイレもロッカーもあります。ロッカーはね、結構たくさん置いてあるなっていうイメージでした。ただもちろん祭りが空いてる時であればちょっとね、使用されて使用する方が多くて空いてないこともあるかもしれないんですが、綺麗なトイレもロッカーもありますんで、まずおすすめとしては、駅に着いたら荷物預けるのであれば預ける、トイレに行きたいんであれば必ず駅で済ましておくのがおすすめだと思います。で、士林夜市内でトイレがあるのかという話なんですが、一応マップを見るとですね、いくつかトイレの表示があります。で、この中で特に分かりやすいのが士林市場の中のトイレですね。ここは本当に分かりやすいし、やっぱ士林夜市の中心地にあるのでアクセスもしやすいので、トイレに困ったらまず士林市場って覚えておくと僕は便利なんじゃないかなと思いました。で、士林市場には地上と地下があるんですけども、地上でも地下でもトイレがありますし、そのどちらにもロッカーが置いてありました。結構ね、あちこちにたくさんロッカーが置いてあるなっていう印象でしたね。で、その他のトイレなんですけども、マップを見ればね、わかるんですけども、ちょっとざっくりしててわかりにくいマップなので、もしかしたら実際現地で探すには分かりにくいのかもなーっていうふうにちょっと思いました。なので、おすすめはコンビニのトイレになると思います。台湾のコンビニはですね、外の看板にトイレマークがあればトイレがあるよっていう意味なので、トイレを利用するのも一つの手なんじゃないかなと思います。もちろん利用させてもらったらね、飲み物の一つでも買って何かお返しするぐらいはあったらいいと思うんですけども、トイレに関しては士林市場に一番便利なものがありますので、分かりやすい場所に便利なトイレがありますので、そこをまず覚えておくっていうのと、あとはコンビニの看板、トイレの看板が出てれば使えるってことを覚えておくと、そんなにトイレは困らないんじゃないかなと思います。一番なのはとにかく駅で最初に済ますことですね。はい。で、ロッカーの使い方なんですけども、一応日本語表記はなかったんですが、絵で非常に分かりやすく説明されてますので、あと英語もありますので、そこまで使い方がわからないなという感じではなく、僕らも一回使ってみましたけども、別に何の不便もなく使うことができましたので、言葉はわからないけど大丈夫かなってことにはならないと思います。はい。なので、士林夜市のトイレやロッカーは結構十分にあるなっていうのが印象的でした。次は士林市場の地下にある、フードコートですね。士林美食区という場所なんですけども、ここも先ほども言った通り、見取り図がありまして、トイレ、ロッカーなんかも完備されておりました。で、雰囲気としてはフードコートというよりかは、市場のグルメが集まってるような、ちっちゃい店がいっぱい集まってるような、そういう活気のある場所でしたね。日本とは活気が全然違いますね。僕はこういう感じすごい好きなので、いいなと思いながら歩いてたんですけども、で、注文とかね、もしかしたら心配だなって思う人がいるかもしれないんですけど、中に入っているほぼ全ての店、全部見たわけじゃないんですけども、大概見る店ほぼ全てそうだったんですけども、写真付きのメニューが揃っていました。で、さらに日本語も書かれている場合が本当に多いです。
はい、なので何を頼んだら何が出てくるかわからないってこともなかったですし、まあ、値段もちゃんと明記されてますし、絵がついてるんでどんな感じなのかってのは分かりやすいですね。でも基本的にもう注文に関しては指差しで全然問題ないです。勝手に席に座ってメニュー見てれば向こうが何か食べるって聞いてくるんで、まあそれでじゃあこれとこれっていう感じで指差しすれば全然問題ないですね。まあ、言葉ができなくても何も問題ないかなっていう感じがしますし、ある程度片言ぐらいは喋る人が割と多かったので、やっぱり観光地ですからね、日本人もたくさん来ますからね。なので言葉で困るっていうことは特に感じなかったですね。まあ、あとこういったフードコートで良かったなぁと思ったのは、やっぱ座って落ち着いて食べれるところが良かったかなぁと個人的には思いました。まあ外で屋台で買い食い立ち食いで食べるのもいいんですけどね、まあ、こういうところで落ち着いて食べたりとか、あとお酒もありますんで、ちょっとお酒飲みながらつまみたいなっていう人にはこういった美食区の方に入られる方が楽しいんじゃないかなと思いました。で、あとその他、台湾、その他、士林夜市で感じた、まあ、個人的な感想になりますけども、まあ、治安とかに関しては特に、危ないなっていう感じは全くありませんでした。まあ、とにかくどこ行っても人が多いので、士林夜市の中は、夜とはいえ別に何かこう危険な目に遭うかなっていうような雰囲気は全くなく、まあ、本当に日本のお祭りにいるような、雰囲気とほとんど同じです。というか、全く同じです。毎日日本の祭りをやってるような感じですね。ただまあ人が多いってことは、それだけ軽犯罪っていうのはどうしても増えてしまいますんで、スリですとか置き引きっていうのは、もちろん日本、台湾に関わらずそういったことはね、世界中である話なので、注意するの方がいいんじゃないかなと思います。で、あとは結構やっぱ広いし、やっぱ入り組んでますんで、しっかりマップを見ながら歩かないと、自分がどこを歩いてるんだろうっていうふうにとても迷いやすいです。はい。ちょっとやっぱ迷いましたね。めちゃくちゃ広いので。なので、マップ、Google マップですとか、ガイドブックのマップなんかは常に見て、行動しないと、友人とはぐれちゃうと合流するのが結構難しいと思いました。本当にごちゃごちゃしてて、店もいっぱいあって似たような景色ですからね。なるべく子供さんと一緒の方は、本当に目を離さないようにしないと危ないなっていうふうに思いましたね。で、この時に食べたグルメは、ちょっと読み方わかんないんですけども、関西板っていうのかな、揚げパンにシチューを入れたようなやつで、結構有名な料理なんですよね、多分台湾で。これも味はほんとそのまんま、パンにシチューを入れたやつっていう味でした。これうまいっすよ。なんだろう、まあ B 級グルメ風ではあるんですけども、なんかこう、やっぱね、こういうのって美味しいですよね。無性に。っていう味です。こういうの無性にうまいなって味。パンにね、しっかりめに油が染み込んでるんですよね。で、あと食べたのは、この、大腸パオ小腸っていうやつですね。名前が最高ですよね。この大腸パオ小腸っていうのがね。ただね、こう以前のと台湾で驚いた銃のことっていうので、もうお話ししましたけども、この中のソーセージは甘いんですね。はい。甘いです。しっかりめに甘いです。なので、ちょっと慣れないですね、僕はね。あの甘いソーセージっていうのは。結構コメントでは慣れると美味しいよっていうコメントを何件かいただいたんですけども、まだちょっと僕台湾初心者なので、そのうち慣れていくのかなと思ってますけどね。味は甘かったです。で、これも、次はこれもよく出てきますけども、僕の動画で。まあ、トマト飴ですね。はい、これめちゃくちゃ美味しかったです。まあ、何度も出てきてるんで、ちょっとさらっといきますね。で、最後に食べたのは胡椒餅でしたね。多分これ有名なお店なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、すごく行列してましたね。まあ、でもやっぱそれだけあって美味しかったんですけども、これ出来たてを渡してくれるんですが、まあ、めちゃくちゃ熱いです。はい。結構ね、熱そうだから10分ぐらい置いてから食べよっか、つって結構置いた後で食べたんですけど、それでもさらに熱かったですね。まあ、中がめちゃくちゃホットなので、食べるとき注意が必要かなっていう感じでした。あとすいません、ちょっと一個もう一個あったんですけど、僕らお昼のシーリンも行ったんですね。4時ぐらいに行ったかな。お昼ってどんな感じなんだろうなっていうのがちょっと興味があって行ったんですけども、そこで食べた新発亭でいいのか、ちょっとすいません、読み方わからないんですが、新発亭のミルクかき氷ですね。これは後で知ったんですけども、結構有名な店なんですよね。ガイドブックなんかで絶対載ってるような店で、ミルク風味のかき氷の発祥の店で、まあ、夜行くと本当にめちゃくちゃ並ぶようなお店で大繁盛してるそうなんですけども、僕らたまたま4時頃行ったら誰もいなかったですね、さすがに。まあ大体人が歩いてないですからね、明るい時間のシーリンって。
なので待ち時間ゼロで食べることができました。空いてて本当に良かったです。というかまだ開店前だったのかな、ちょっと店の中覗いたら おばさんがね、いいよいいよって手招きしてくれて、入ってきていいよみたいな感じで入れてくれたんで、やっぱこういうとこ優しいなーって思うんですけども、うん、もしね、並ばずに入りたいんであれば、ちょっと早めに行くと空いてるんじゃないかなと思いました。で、ここで食べたね、ピーナッツのかき氷は、まあ、とにかくめちゃくちゃ美味しかったです。いろんなところで食べましたけどね、台湾のかき氷っていうの。僕はここのピーナッツかき氷が一番美味しかったなって思いました。まあ、ねっとりしてるんですよ。そのねっとり感がたまらなく美味しいんですよね。で、ピーナッツの風味もすごいして、なんていうんですか、ピーナッツバターってあるじゃないですか。本当にあの風味がすごいするんですよ。当たり前ですけどね。歯触りがいいんですね。こう薄く削ってあるんで。もう一回食べたいなと思えるグルメでしたね。はい。ということで、まあ、グルメ経験したのはそれぐらいかな。で、ちょっと余談になるんですけど、まあ、お昼のシーリン行ったんですけども、さすがに空いてる店はほとんどなかったです。4時頃でも全然空いてなかったですね。地上のお店は。ただ、地下のフードコートに行くと、2、3割の店は空いてました。普通に営業してました。空いてるんだなと思いました。ただまあお客さんもほとんどいなかったし、まあやっぱり夜がメインなのかなっていうふうに思いましたね。あとはまあやっぱりエビ釣りですね。やっとかないとと思ったんですけども、これがね、本当にね、思った以上にね、時間がかかるというか、1回で7本もらえるんですね。1回申し込むと。お金払うとね。7本もらったから、あ、結構すぐ切れるんだろうなっていうふうに思うじゃないですか。日本だと金魚すくいやりますって言ったら、ポイが1個もらえるだけだから、そのイメージで僕もいて、まあ、割とすぐ終わるんだろうなと思って行ったんですけれども。で、その、糸がついた割り箸が7本もらえるんですね。で、すぐちぎれるんだろうかと思ってたんですが、これが全然ちぎれないんですね。はい。1本使い切るだけで結構な時間かかるんですね。ただまあ、だから30分とか結構格闘してましたね。長いこと。ただ集中力続かないですね、正直。5分10分遊んで、ああ、釣れなかったね、みたいな感じで、ちょっと終わろうかな、なんて思ったんですけど、まさか30分もね、こう集中力を要するとは思ってなくて、割と疲れました。コツとしては、なんか、糸を短めにして、引っ掛けるとうまくいくよ、とは言ってましたね。で、これね、意外と難しいです。エビ釣りって、やってみたんですけども、結局ね、1本も釣れなかったですね。1匹しか釣れなかったのか。1匹しか釣れなかったですね。で、これ1匹釣ると最後にバーベキューにするかって聞かれるんですけども、僕らはね、そのエビがすごく可愛くなってしまって、なんか食べるのが惜しいなというふうな思ってしまって、まあ、いいよ、いらないからありがとうって言って帰ってきましたね。はい、なんかちょっと切ない気持ちになるエビ釣り体験だったなと思いました。はい、ということで、まあ、シーリン夜市に関する思ったこととか感想なんかを今回は喋ってみました。またなんか撮りたいなと思ったことがあったら撮って動画を投稿していこうと思ってます。今回は最後までご覧いただきありがとうございました。